スエズ運河通行中の2隻の船が係留されている様子、ムバーラク平和大橋スエズマックスは積み荷を搭載した状態でスエズ運河を通行することのできる船の最大サイズを示した言葉でほぼタンカーに対して用いられる。スエズ運河には拷問がないので重要な制限要素は喫水とスエズ運河橋があることから高さだけである。2009年に 深さは18メートルから20メートルに浚渫され、2010年時点の運河の通行量深さは最大20.1メートルまでとなった。それ以上の大きさとなるスーパータンカーは、喫水が深すぎて通行できず、一部を他の船に移し替えるか、パイプラインを使って輸送するか、希望峰を迂回しなければならない。スウェズマックスの典型的な最下重量トンは約16万トンで、 幅は50メートルである。もう一つ重要な注意点が高さで、スエズ運河大橋の高さが70メートルであることから、喫水場の高さが68メートルに制限されている。運河当局は通行可能な幅と喫水の表を作成しており、これは変化することがある。2010年から喫水線下の断面積は1006平方メートルに制限されており、これは 喫水20.1メートルの船であれば、幅は50メートルまで、喫水12.2メートルの船であれば、幅は77.5メートルまでとなる。同じような言葉として、パナマウンガ、マラッカ海峡、セントローレンス海峡を通行可能な最大の大きさとしてそれぞれパナマックス、マラッカマックス、シーウェイマックスという言葉がある。アフラマックスのタンカーは、スウェズマックスよりも小さく、 8万トンから12万トンほどのものを指す。チャイナマックスは満載状態で多くの港を利用可能な船のことを指す。ケープサイズは大きすぎてスウェズ運河を通行できず希望峰を迂回する必要があるバラ積み貨物船を指しているが近年の春節によりケープサイズとされていた船でもスウェズ運河を通行できるものが増えている。21.3メートルまで。 深くする計画が実行されれば、スイズマックスの定義は変更されることになる。これは、かつてのパナマックスの変更と同じである。ありがとうございます。